どうしました？眠くなってきました。大丈夫です。なんすかその顔。ワイプに映ってたのかな今。あれです、ちょっと大きい呼吸をしただけです。あ、大きいあくびをした。あ、じゃあ呼吸をしただけ。大きい呼吸をした。呼吸です。呼吸。いや、ワイプ、ワイプに映っててほしいな、大きい呼吸。と思ってこっち向きました。大きい呼吸は見せちゃいけないな。ユイリンファイトって言われてます。ありがとう。まだまだこれからさ、夜はこれからさ。よな、夜に強いノムさんがいるからな。ようやく半分過ぎたとこですからね。え、嘘、本当ですか？え、本当に？え、じゃあ今何時でしょうか？何時だと思いますか？え、今何時だと思いますか？今ね、ここね、時間出てるんですよ。え、嘘、経過時間が。え、1時から始まってるから多分3時40分ぐらいでしょ。え、あと2時間半ですか？あと2時間20分。2時間20分。すごい。あら、あららら、なくなった。なくなった、なくなりました。ゲームチャンス。お、ギリーが、ほほ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 ほ、謎ゲット。緑だ。本当だ、緑なんだな。結構ずっと青でしたよね。コーヒー飲みますか？コーヒー飲みたいな、あったかい。おお、ドンスペだ。これ継続率が高いときに出るやつ、出やすい技ですね。あの、前作と同じであればですけどね。やっぱ良さそうだな。フライ、プラス2来るか、プラス2ここで来んの。ここで終わったーし。高設定ほど高い継続率のやつが選ばれるってことですかね。ことが前作ではありましたね。継続率が選ばれるというか、継続率が選ばれやすいモードに上がりやすい。大事故見せて。そうなんですよね。見せて。え、俺だけ。大事故見せて。おかしいな。でもなんか見せてってあんな声で言われたら。見せて見せて。見せちゃおうかな。ユイリンでもいいよ。ほら、ユイさんでもいいよ。ボロン。しかも見て、ひと言かよって見せちゃいそうで怖い。もうだって、もうこの状態見てくださいよ。静かな。いや、ひと言にもなりますわ。急に寝ててもいい。お、赤い。あ、おお。あ、ビリゲゾーンだ。じゃあボーナスの、いや、でもなく、あれです。何です？ポポポポーンのやつです。ポポポポーン。 ART 中なんで、これはスーパービリゲゾーンになります。そうするとどうなるんですか？スーパービリゲゾーンは、これ当たったらボーナスってことですか？これ当たったら、あれです、ビリーをストックします。じゃあ X
ストラ？エクストリームラッシュですね。エクス？うわー、くそここではですね、押し順ナビが、あ、チェリー今254回転今チェリーなんですけど、ベルを引いた時も ART 中なんで絶対押し順ナビが出てくれるんですね。なので、ゲットチャレンジに絶対行くと。ほら、ここ見せ場だよって言われてますよ。ここは右だろ。よっしゃ。ここは右だった。で、今ベル引きましたね。ベル引いたってことは、スーパービリゲゾーンはここで終わんないんですよ。一回ゲットしても、終わるまでずっとゲットチャレンジが出続けてくれるんで。じゃあ2分の1を当て続ければ貯めれると。今右だったんですよ。左。すごい。すげー持ってる。もう一回ぐらい。これがベルなら、あー、リプレイだ。頼むよ。うわーわー、ベル引けず。で、今エクストリームラッシュを2個ストックしましたね。ただ、こっからですよ、問題は。15なんだな。ちょっとね、いかんせん、この継続率だけはちょっとモードが上がらないことには高いのが選ばれづらいんでね。やばい、危ない。うわー、15ダブルでした。いやー、こんなもんですか。だからやっぱりね、 ART 入れただけじゃなくて、ここでビッグを引いてドン揃いとかさせてね、ボードを上げていかないと。1回の3桁プラスとかはないですね。全てはコンボで初期のゲーム数を上乗せしていく感じなので。ただエクストリームラッシュカーニバルっていうより上の特化ゾーンに行くと、まあ、平均200ゲームぐらいは、ワンセットあたり期待できる。どうしましょう。また予告ではないですか。開いた。当たりましたね。ゼロ枚です。出た、得意なやつ。あ、危なかった。危なかった。今ベルが出てくれなかったら。確かにね。口で、お、ダブル転化してる。あら、弱風から弱風からシェラスコ。シュラスコね。なんかシュラスコばっかりなんだよね。当たった。やはり ART 中の連続演出は出ただけで熱そうですね。やっちまいました先輩。先輩先輩、買い足しです。ボーナス確定してる時に、ボーナス確定画面で買い足ししてるやつがいたんですよ。なーに、やっちまったな。女は黙って。
時に限って絶対こうなんだよ。ある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 。俺はビッグで、俺はビッグでお願いしたい。ちょっと3枚もらえませんか。確かにすぐ返すんでって言いたいです。そう、ほんとすぐ返す。またプラスに見せて。いや、これがハズケボーナスだったら、あ、来ましたね、これ。弱風ドンビック来ましたね。設定差があるんじゃないかと言われている。しかも見てください、ハズキボーナス中にプラスするって。ハズキボーナスだった。どどど、一応狙わなくてもビックは開始しますよ。エクストリーム BB の場合はこれが中段に揃いますね。さあ何で消化しようか。でもやっぱりドン揃いが見たいから、ファビオかドンですかね。ここでドン揃いなどを引ければ、エクストリームラッシュの継続率を管理しているレアルティモードが上がる可能性があると。あ、なんかキラキラシャーってしたとなると、もしかしたら背景が、あ、変わらず、そうなんです、変わってないけど場所が変わったかも。あれ今何ゲームだった、元気出してありがとう。ありがとう。上げ上げ状態で来ましたね。勝手にか揃わず、まず待って、ゆいちゃん設定位置打ってるの。あれ、なんか来た。これは、おお、花火神殿揃ったら、一応エクストリームラッシュがもらえます。 ART 中はあとは、ART モードが上がるんではなかろうかと。なんでユーリンが1を打っているのか。設定値打ってる。何でしょうか。なんでですかね。お、どうですか。継続してる。ビリビリビリ上がらず。いやー、いまいち足りないな。やばい、上げ上げが終わってしまう。ラーメンが食べたい。じゃあこの後食べ行きますか。おごりますよ。本当ですか。朝から。え、朝っぱらから、朝っぱらからキムチチゲラーメン。あー、揚げ揚げ終わった。あ、ナンパって間違いだ。ナンパ、しかも日高屋ナンパ。ナンパしてるから終わったって。いやいやいや、キムチチゲラーメンを食べるだけですよ。日高屋でユーリンが釣れる。あった、
日高屋のキムチチゲラーメン、うん、おー、美味しくないですか。あ、食べたことない、日高屋の。次食べよう、絶対食べよう、キムチチゲラーメン。もうね、ゆうにちょっと辛すぎるからキムチチゲラーメンを、あ、飯食べる。つか、揃えるのやっぱうまいっすね。見なかった。あれが両方ゴールドでした。それ毎回じゃなかったっけ、うん、さっきのもさんのやつ、こっちがゴールド、こっちがシルバーだった。うっそ、うん、それだってゴールドの方押すじゃん、みんな。確かに、でもそうでした多分ね。どっちどっち、もう見てくださいよ、みんな。もうユーリンのはもういいと。生とメンマで、どっちをしても当たりってことですか。そうなんじゃないかな。じゃあもうなんだろう、これ見間違いかな。多い、多い、確かに多いだ。あ、左5連続だ今んとこ。あ、そういうことか。まだまだ嘘じゃねえかいや、わかんない、見間違いなのか。両方金なら本当だったかもしれない。そう、俺もね、俺そんな色違ったかなって。実は、ああ終わった。しかしどんどれ引けねえな。ちょっと見てみましょう、次の時見てみましょう。わかりました。分かんない、どうなんだろう、違うの。その時間が、その時間がさせた。なりげれ結構出てるな、7から8。継続です。元気はあるんです。あと1時間半激アツいただきました。激アツ出たよ、みんな、皆さん出ました。何からの激アツだったんだろう。強チェか。激アツ出まくってるでしょ。激アツ激アツを、激アツの無駄遣いですよ。無駄、格が落ちた。あれ今レア役じゃないの。本当に思いましたでもキラキラしなかったから押しとくザク。いや、今多分激アツ、激アツ出たからのノリで多分しよう。負けるわけがない。さあ来た。ゆいちゃん頑張って。ありがとうございます皆様。ゆい、起きろ、激アツだよ起きてるよ。ゆいちゃん何ゲーム、325ゲームかな、うん、激アツかっこビッグとは言ってない。そうなんですよ。怖い怖い怖い。準備中なりそうになるのが怖い。おー、ここでまたさ、ね、なんだなんだ、なんでここでこうなるんだろうかな。えいっ、おお、俺も引いた。
あら、これは花火対決いただきました。よかったです、やったよみんな。それって強チェ、強チェなのかな。ちょっと分が悪い。ここからだ。どれがいいかな。負けた。おお、継続してくれた。まあ強風からの花火対決だったってことなのかな。おお、熱いやつ。まだこれか。なんかこの演出、なんだかんだ結構勝ってますよね。あれ、今ゆうちゃんの声が聞こえた気がする。片方外してた、俺と下の。うわ、負けた。嘘でしょ。あー、よかった。結構この演出、あ、久しぶりに見た、葉月ちゃん。かわいい。謎にスーパービリゲゾーンが出てきた。おかしいな。通常時からのスーパービリゲゾーンは、この時点でどうだったかな。 ART、 あれ ART 確定だったっけ。そうですね、 ART 確定で、あとはこの2択で。あ、そういうこと。お、またベル引いてる。ベル引いてるときは左。あー、ついに失敗した。ついにやってしまった。すげえな、やる。ゆいちゃんに勝手に押された。ゆいちゃんに右勝手に押されたけど当たった。もう一回。あ、また。これ何、これ。あ、これ外れか。右でした。終わりか。2個。あ、しかし何で当たったのかさっぱり分かんなかった。一応ビリゲゾーンはチャンス目以外の役はレア役だろうと、そんなに優遇されるかどうかっていうのはちょっとね。謎なんですけどね。ゆうちゃんにも注目してあげて。あ、今普通にボールで打ってる感覚もありません。いやー、なんかさっきからゆうちゃんの声がね、はい、聞こえづらくなってんだよ。うそ。あ、聞こえた。あ、聞こえた。元気に生きてます。お、聞こえてる聞こえてる。ビリーゲーツ。さて今回はどれだけ乗せれるのか。ノムロックさん、どれだけ乗せれるのか。ここが勝負どころとなっております。よし、乗せてこう。
実況も入ったし、あれ10ゲームで終わるのか、復活さ、あー10ゲームで終わった。だけどこのゲームでこのタイミングで強、このタイミングで強風ってどうなの、なんかもうちょっとずれてた方が、なんださっきのすごい隙間産業、え114って書いてあるな、獲得枚数実況してたら見るの忘れかな、ゆいちゃんって、へい、いや、ゆいちゃんってお、野村少し先ほど超えて、よしよしよし、25ゲームプラスが完了、うわあれプラス30ゲームで終了、いやでも3個も出てくるから嬉しい、緑だ、いや初期ゲーム数10ゲーム最初だけだったら全然出なくなった、うわやばい、回ってるよしよしよし、あ赤いぞ、もう一回、いやー多い、赤いぞ、あー大事な5ゲーム目、あー復活した、よかった、復活した、頼むよ頼むよ、うえーい、まあまあ30ゲーム、トータル70、 You are crazy70か、お待って出てきて、すげえなんじゃこりゃこっからどんちゃん出てくるんでしょ、出てきた絶対大食いなんだよな、豚おいしそう、お肉おいしそう、お肉が食べたいな、お肉食べたいですね、373ゲーム、わあ、EX 発揮ボーナス結構引きますね、引きますな、プラス2にみんな期待してる、びっくりした、また出たのかと思った、プラス2来た、こうでしたまだ2位以外も疑似ボーナスです、こちら何が出るか分かんないからね、なんだ5か、ほら来たよ、あーベルだ、そうか普通だな、6とか7とかあるんですかね、ありそうですよね、終わってしまう、出た2 出た2出ました、いい出るな、もうつぼってますよね、2に対して、いや2結構2ってなんだよですよね面白い、ちょっとねなんか小ボケを挟んでる感じですよ、面白いみんな2ってなんだよわらみたいな感じですね、17ゲームかわいい、17ゲーム
さっき結構乗せてましたよね。さっき64でした、64、ね、そうだ、2が2回で64。いやでもね、僕メーカーさんのシダでもちょっと打ちましたけど、はい、2ってあったかなってやっぱ思うんですよね。2ってなかったよね。